おはようございます、はかしゃんです。昨日は因美線に乗って岡山第三の町津山に来たところです。今回は在来線だけで2泊3日の旅、3日目となります。7時の電車で行くのに5時半に目が覚めたよ。朝ごはん食べるんですが、これ美味しくて好きです。そして6時半くらいにホテルを出てきました。見たいものがあるので向かっていきます。津山の朝はとっても清々しくて、地域の人もラジオ体操してました。静かな街に機動車の汽笛やエンジン音が響きます。これから自分が乗るキハ40かな。そして見たかったものがこちら、千景湖にある津山学びの鉄道館です。ちょうど機動車の軽油を運んできたタンクローリーに邪魔されてよく見えません。チキショーね。鳥取で宿が取れれば鉄道館が開いてる時に来れたんですけどね。ちょっと見えました、国鉄時代の機動車たちです。急行型のキハ58、28、大糸線で活躍したキハ52が見えますね。パート4で話した余部橋梁の事故車両を引いていた DD51 ディーゼル機関車も置いてあります。また津山に来てゆっくり散策したいですね。駅前にも SL が展示されてあったんですが、全く気づかなかったんですよね。津山からは鳥取方面に向かう因美線、新見方面に向かう紀新線、そしてこれから乗る岡山方面の津山線が伸びています。鉄道の要衝ということで汽車を止めておく線稽古があったわけですね。お盆ということで学生がいないので空いてる感じなのかな。キハ40の3両編成。運転席はこんな感じ。助手席の下にはペットボトルに入った砂が置いてありました。多分上り坂で車輪が滑った時にレールに巻くためのもの。あ、反対向きに座ってた。快速ことぶきも乗ってみたかったのですが、早く出発した方がいいと思ったのでこの列車にしました。
かの速度で走ってくれてます。亀の形した駅舎がある亀甲駅なんですが、自分はそんなこと忘れてホームの構造なんかを見ていました。ミルフィーユのようになっていて、一番下はレンガの汽車時代のホーム、その上に現代の車両に合わせてコンクリでかさ上げされてることに気づきました。さらには鉄骨で支えられたような延長した部分がありますね。そしてここは誕生寺駅、縁起良さそうな名前してますね。めちゃくちゃ古そうな JE の倉庫がありますね。昔はここで貨物列車にお米を積み込んでいたんだと思います。こちらの駅は弓削りと書いて湯気と読みます。がホームを確認して笛を吹いて発車。風情あっていいなと思う反面、毎回ホームに降りて確認するのは大変だと思いました。ワンマンなのに3両も連ねているので、そうする必要があるのだと思います。
の商店街が残ってます。津山線は縁起良さそうな名前の駅が多いので、快速列車はことぶきという愛称になってるんですね。対向列車が来ました。後ろは廃線になった三江線で使ってた車かな。旅情だ旅情。あ、飲み物の第5走者は生茶。
大ターミナル、岡山に到着。キリがいいので、パート6はここら辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。パート7に続きます。